旧阿川委員阿川委員の一阿川委員は、三重県島市にある、個人経営の医療機関及び、委員長の阿川茂のタレントとしての通名である。医療機関としての阿川委員は、三重県島市にある、内科を専門診療科目とする診療所である。1997年、阿川委員を大王朝船越で開業。2013年1月に大王朝なきりに移転した。 アガワ委員の本業は医師である。この他に、作詞家、作曲家、歌手、画家、講師、随筆家として、七足のわらじで活動する。1956年、島根県に生まれ、島根県立大社高等学校を卒業。はじめは、京都大学農学部に入学するも中退、島根医科大学医学部に入り直し、1982年に卒業する。 その後、島根医科大学の解剖学助手を経て、臨床医に転身する。1989年には、三重県島郡の大王朝国民健康保険大王、病院副院長に着任する。そして、1997年に阿川院を開設する。本人のブログによると、三重県島市に来たのは、上司の命令であり、2、3年程度の赴任を考えていたが、 地域の人との交流を通して、島に定住するようになったという。この頃、祭氏は岡山県に居住しており、娘とは月に3回程度しか会えなかった。診察の中で、心のケアの必要性を感じ、音楽療法を始める。その経験から2002年には、プロの歌手として、頑張れ。日本2002でデビューを果たす。現在は、医師としての業務の傍ら、 様々な分野で癒しに挑戦している。四女が作詞し、阿川委員が作曲したダークネス心の闇が2014年に平成こと姫にカバーされ、4月21日のオリコン週間総合ランキングで13位に入り、5月からはカラオケで配信されることとなった。また、阿川委員も特馬ジャパンコミュニケーションズから頑張れ、日本永遠にを発売し、 これまでの自主制作ではなく、日本全国にデビューした。阿川委員の音楽療法は、自作の楽曲を診察中に流すというユニークなものである。音楽療法を始めたきっかけは、診察に来る高齢者が内科の病気に加え、うつ病や不安神経症を併発しているケースが多く、心のケアを感じたことによる。2001年頃より開始した音楽療法は功を奏し、 地元の高齢者には熱狂的なファンも存在するという。また、この経験は後の歌手デビューにつながった。ありがとうございます。